桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。初見です。こんばんは。こんばんは。何これ、フォースって、このカードトレーダーのとこから交換するんだ。初めて知った。リスワン狙える？ああ。来月、次の日に持ち越せばね。でも狙えるかわかんなくね。てか、一日多分明日放送しないと思うから、このペースでずっと一日放送したらわかんないけど。そうそう、離脱します。また来ます。あ、どうもどうも。ありがとうございました。なんか、いろいろ。いや、無理しちゃう。一日放送しないもんだって。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちはその自由と勇気をくれます。一応、まあ多分放送しないから絶対無理だけど、明日に持ち越すか、そのリスワンのやつっていうか。ああ、リンゴさん、風船塾、ありがとうございます。まあ、どっちにしろ、やんないけどね。まあ、どうせ、あれですよ、月末ぐらいになったら、比較的楽に取れちゃうし、リスワンなんて。あ、おやすみなさい、おやすみなさい。楽じゃない。まあ、そんな楽でもないけどね。まだ長時間放送したら取れるからね。雪霧まゆゆ、おしまゆこう。ともつんゆきりまゆゆ、おしまゆこう。もう12時か。
もう12時っすよ。もう疲れてきたな。ちょっと横になって、こう収めて DL するか。今、長瀞は何度？いや、わかんないっす。何度だろう。あ、おりんごさん、風船ありがとうございます。よいしょ。今何度ですかね。初見です。YouTube めっちゃ見ました。あ、本当っすか？本当っすか？よかったら、Twitter フォローしといてください。あと、ふわっちのね、フォロワーもお願いします。今いる方で、僕の Twitter とか、ふわっちフォローしてない方はね、両方ともぜひ。私、ふわっちのフォローしてます。あ、ありがとうございます。フォロワーさせてもらってる。あ、どうも。親はあっちの部屋っすね。FX はもうやんないよ。FX なんてお金減るだけだからね、マジで。お正月は何してた？え、特に。特にですけど。もしもそそ放送終わるか。疲れちゃったぜ。ちょうど12時回ったしな。キャンプ用品はいつか、確かにね、キャンプ用品買ったけど使ってねえな、テントとか寝袋とか。遊戯王配信やりたいけどね。放送非常にこうなんかキャプチャーを取り込まないとだしな。まだそれやってないんだよな。遊戯王みんな意外とやった人多いっぽいね。結構ダウンロード数あるんでしょ、これ。あ、お疲れ様でした。ありがとうございます。熊田さん、ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。結構遊戯王やってる人ね。